こんにちは。聞き流し OK、見るだけ OK のゆる OT 勉強会です。今日はバックス J の評価結果をどう伝えるか、患者さんに役立つ評価結果の伝え方について一緒に勉強しましょう。この動画では患者さんに役立つバックスの評価結果の伝え方が学べます。評価尺度を使うときは実施することばかりに意識が向いてしまいがちですが、臨床で大切なのは結果をどう作業療法に生かすのか、それをどんな風に伝えるのかだと考えます。評価結果から課題を明確にして、今後の作業療法への動機づけにつなげることや、患者さんの生活のしづらさを軽減するために対処法を伝えるときのポイントをお伝えします。それでは、ゆる勉強会を始めましょう。バックス J で評価をした結果は、Z スコアで表せます。Z スコアというのは、健常者の母平均を0としたときの標準スコアで、総得点は各回項目の Z スコアの平均値です。Z スコアは、バックス J に付属されている Excel のシートに入力すれば、自動的に表示されます。Z スコアからは、障害の程度がわかるようになっています。Z スコアを患者さんにお伝えするときは、グラフにするとわかりやすいですし、作業療法開始時と終了時の比較もしやすくなります。それでは、作業療法への動機づけにつなげたり、生活のしづらさを軽減することを目的とした、バックス J の評価結果の伝え方の具体例を挙げてみます。バックス J の一つ目の評価は、言語性記憶と学習です。これは聴覚から言葉で表現される単語を記憶する機能を評価します。評価結果を伝えるときは、言語性記憶が低下すると、言葉で聞いたことが覚えにくくなるので、会話の理解がおぼつかなくなることや、人から指示されたことが覚えにくくなること、こういったことが起こりうることを説明します。二つ目のワーキングメモリーは、作業に必要な情報を一時的に記憶する機能を評価します。評価結果を伝えるときは、ワーキングメモリーが低下すると、課題をこなすときに必要な情報を一時的に記憶するのが難しくなるので、いくつかの作業を同時にこなすことに手間取るようになる可能性があることを伝えます。3つ目の運動機能は、手や指を使った運動機能を評価します。評価結果を伝えるときは、運動機能が低下すると、手や指を使って物をつまんだり、素早く物を動かすことが難しくなるので、家事や仕事をこなすのに時間がかかるようになる可能性があることを伝えます。言語流暢性は、長期記憶の言葉の情報の中から、特定の情報を想起する機能を評価します。評価結果を伝えるときは、言語流暢性が低下すると、言葉が滑らかに出てきにくくなるので、考えを言葉でまとめて人に伝えにくくなる可能性があることを説明します。注意と情報処理速度は、視覚で得た情報から瞬時に反応して判断する機能、注意力を評価します。評価結果を伝えるときは、注意と処理速度が低下すると、速やかに正確に課題をこなしにくくなるので、仕事のスピードが落ちたりミスが増える可能性があることを説明します。遂行機能は、何かに取り組むときに計画的、効率的に実行する機能を評価します。評価結果を伝えるときは、遂行機能が低下すると、計画的に課題をこなしにくくなるので、段取りが上手に組めず、行き当たりばったりになったり、優先順位がつけられなくなる可能性があることを説明します。評価の結果を日常生活のしづらさと合わせて説明することで、認知機能の課題を明確にし、作業療法目標を立てやすくなります。作業療法では、話を聞くときは話す人に注意を向けること、聞いたことはメモに残す習慣を身につけること、計画を立ててから作業を始めること、などのトレーニングを提案します。対処法については、その患者さんの目標に合わせて具体的に伝えるのが良いと思います。例えば、仕事に就くことを目指している方であれば、言語記憶が苦手なようなので、上司の指示を受けるときは、必ずメモを取るようにしましょう。今はまだ、ワーキングメモリーが働きにくいようなので、仕事は一つずつこなすようにしましょう。日常生活のしづらさがある方には、手や指を使ってテキパキと作業するのは難しいようなので、
何かに取り組むときは時間に余裕を持たせましょう。言葉がスラスラ出てきにくいようなので、人と話すときは相手の方に返答するのを少し待ってもらえるように伝えてみましょう。など、できるだけ患者さんの生活で困りそうなことを想定して伝えるのが良いと思います。いかがでしたか？今日は患者さんに役立つ BACS-J の評価結果の伝え方についてお話ししました。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは精神科領域の作業療法士が気軽に勉強できるように聞き流し OK、見るだけ OK のゆる動画をアップしていきます。次は BACS の効果的な使い方というテーマで動画を作るので、ぜひ見てくださいね。ありがとうございました。